スー・トーフンは、中華民国の教育者、ジャーナリスト。名は、オン・ウルーだが、筆明のトーフンで知られる。抗日首長を展開した、言論人として知られ、中国国民党の案内場外政策を厳しく、批判した。国民政府の弾圧を受け一時拘禁された、七君氏の一人としても著名である。他の筆明には、元子を、落ちが浸水、秋月、木炭。 笑いよなどもある。祖籍は、厚生省領収増やす一試験。なお、中華人民共和国で国務院副総理を務めた数屋川は、長男、気象学者の数系網は次男である。福建省の地方官僚の家庭に生まれる。当初は、旧学を学んだが、1909年に福建工業学校に入学してからは進学に、親しんだ。1912年、 上海の南洋工学附属小学に入学し、その後南洋大学まで進学している。ここでは父の希望もあって電気工学を学んだが、結局関心を抱くことができなかった。そのため1919 19年、上海西洋羽大学に転入して、外国文学と教育学を学んだ。1921年に、スー・分フンは大学を卒業し、当初は、 上海社府公益所で英文秘書を担当した。翌1922年、中華職業教育者に移り、月刊し、教育とも職業の編集となる。また、中華職業学校などで英語教師も務めた。この頃、職業教育概論などの教育学関連著書も執筆した。1925年、教育とも職業は、週刊し、生活となり、 翌年10月に、数ー・分が主編となった。数は、職業教育者社員のみを読者対象としていた、同志の趣旨を変更し、一般社会向けの雑誌へと衣返した。雑誌内において、数は、職業教育関連のみならず、社会改良主義などの主張も展開している。さらに同志は、陳庁元や大白宮など国民政府高官の腐敗ぶりをも暴く記事を掲載した。 1931年、満州事変が勃発すると、数ー・分は生活で連載記事を執筆し、社会に向けて抗日の団結を呼びかけた。しかし、小介石が案内状外政策を推進するのを見て、数は失望し、小や中国国民党への批判を国民党側でも自分たちを批判する数に苛立ちを隠せず、 古装難が数に持論を転換するよう迫ったり、国民政府中央が生活の郵送を不許可としたりするなどの圧力をかけた。しかし数は自らの立場を変えず、また生活も幅広い読者の支持を集め発行され続けている。1933年7月には生活出版社を設立し、生活の出版体制整備を進めている。 その前の1933年1月、総敬礼、再現場イラが中国民権保障同盟を結成すると、スー・分ンもこれに参加して執行委員に選出された。しかし6月に民権保障同盟秘書長の要恐仏が国民党特務に暗殺され、スーも命の危険にさらされたことから、8月に欧州視察に赴いている。同年12月、スーが 国内不在の間に生活は国民政府により発禁に追い込まれてしまい、さらに雑誌、申請と改めて観光を継続したが、やはり間もなく発禁とされてしまった。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスでの調校などを経て1935年8月に、スー・分ンは帰国、上海で雑誌、大衆生活を創刊して、ジャーナリスト活動を再開する。 同年12月、上海各界救国会が成立すると執行委員に選出された。翌1936年2月、大衆生活も国民政府により発禁され、数は香港に移り6月に生活日報を送還したが、これも間もなく取締りの厳しさから廃刊に追い込まれた。その直前の同年5月に、 数等分は全国各界級国連合会執行委員に選出される。7月には、章の器、陳飛と死寿、当高知と4人で団結をあなどりに関するいくつかの条件と最低限の要求を発表し、国民党と中国共産党の双方に向けて、自らの政治姿勢を改め共同で公日に向かうよう呼びかけた。しかし、同年11月22日、 数等分、章の器、陳人と指示に加え、利口しらき、大づくり字、砂地里、資料は国民党により逮捕され、蘇州のチャンスー高等法院監視所に収監された。いわゆる七君子事件である。この逮捕には世論が激しく反発したが、章解析らはあくまでも裁判により判決を下そうと、目論んだ。 しかし旅行橋事件による日中戦争勃発を経た1937年7月31日に、ついに世論の非難に行しきれなくなった国民党により、7人は釈放されている。釈放された数党分は、上海で新たに、公選3日間を相関し、公日団結を社会に呼びかける一方、共産党を支持し、国民党を非難する言論を展開した。 上海陥落後も武漢に移って観光を継続し、1938年7月には、劉つつが主編を務めていた全民衆館と合併して、全民公選3日間を創刊している。また、スーは国民参政会第一期参政員にも選出されている。その後も、スー東は国民政府から圧力、弾圧を受けながらも言論活動を継続する。 1941年1月には、参政院を辞して、共産党の上がりへ遊撃区や祖北解放区などの実情視察に赴く。この時の視察により、スーはますます共産党への支持系統を強めることになった。1943年、スー分は耳の疾患の治療のため、秘密裏に上海に赴いた。しかし、ここで病状が悪化。 翌1944年7月24日、そのまま上海で死去した。去年50、数の移植に基づき同年9月、中共中央はその共産党入党を承認している。ありがとうございます。